えと今回はセラバンドを使ったエクササイズをしてみますで道具を使うと感覚をつかみやすいので、まあ、使えるのであればぜひ使ってみてもらいたいんですけど、えー、道具それぞれにメリット、デメリットがあるのでそこも覚えておいてください、えー、と万能じゃないということですねで、えー、まあ早速セラバンドって使ってみます、えー、セラバンドは強さが何パターンか何種類かあります、えー、白、えー、黄色 赤、緑青、えー、青、黒、銀、金っていう、まあ、強さがどんどん強くなってくるんですねで、えー、あんまり強くても外側の大きい筋肉使ってなんか無理して頑張るみたいになっちゃうので基本的には、えー、黄色から青の間にしますで、えー、何かエクササイズをするときは黄色か赤の方がいいですで えーまあ、ある程度強い方がいい場合、まあ、今日、今からやるやつはちょっと強い方がいいのでその場合は緑か青か使ってください、はい、では、えー、実際にやりますけどプリエしたときに引き上げてっていう、えー、膝を曲げても体を落とさないでっていう注意が一番最初に結構出てくるんですけどこの注意がよくわからないですね、えー、と僕バレー始めたときに一番よくわからなかったっていうかあの体が下がってるんだから。 上がらないじゃんっていうすごい思ってたんですね。でそれはまあ体の中、筋肉的な話だったんですけど、言葉だけだとやっぱり伝わらないので、えまあ、こういう道具使うといいです。なので、あのバレエの先生で小さい子にあの教える場合あの、すごく役立つので、それも覚えておいてください。で、実際の引き上げと比べると、ちょっとざっくりしてるのでえ、意味を覚えるにはいいんですけど、もう少し実際には繊細だったりします。じゃあやってみます。 えー、バンドを持ちます少し短めに持って、はい、で上を固定して下を引っ張る、まあ、両方いってもいいですけど下を引っ張るただ声だけグ、えーッて引っ張るでこの引っ張る時点で腹筋を使ってます腹筋を使いますでもしあの腹筋使ってる感触しなかったら、まあ、気にしなくてもいいですあの絶対使ってるのでグ、はい、ーッて使うよってまずこれが一つですね でえー、次に大事なのは引っ張ってですぐ力を抜くそう引っ張るから抜くそう引っ張る抜くこの2つの体の使い方、まあ、バンドですね、えー、ギューって力を使ってるというところと抜くというこの2つがすごく重要になってきますじゃ実際にどういうふうにやるかというのをじゃあプリエというのでやってみましょう、えー、引っ張りながらプリエする でまあ、ゆっくり戻るででいいですもう一度、引っ張りながらプリエして、で戻る、えー。こういうふうに体を使ってほしい。なので、どういうのかというと、下に下がれば下がるほど引っ張っていく。引っ張っていくということは腹筋を使うということですね。で、まあ、ゆっくり戻っていくとなりますで。落ちた体の使い方というのがあります。まあ、大概落ちちゃうんですけど、えー、じゃあ、それをどういう体かというのを、えー、今、試してみましょう。最初に引っ張っ張てい で、力を抜くときに膝を曲げる。これが落ちた体の使い方になります。引っ張って、ストン。っていう、これが落ちた体。で、やってみてもらいたいはもらいたいんですけど、この落ちた体っていうのは関節に来るんですね。関節が嫌な感じとか痛めるんです。なので、ぐーって引っ張ってストンと落とすと膝にきます。筋肉を使わないと、 関節に来るとです、ね、関節を守れないので筋肉をしっかり使ってほしいですねなので落とさないでほしいんですね、ね引き上げてプリエ、膝を曲げましょうだから、えー、膝の曲げ伸ばしプリエというのは膝の曲げ伸ばしでしかないんですけど、えー、その意味がものすごく難しいというか実際にはただ曲げ伸ばししてるんじゃなくて引き上げながら腹筋を使いながら、えー、膝を曲げてるよということでもう一度、えー、正しい方っていうのをやってみましょう。引っ張って で膝を曲げていくよでゆっくり緩めていくもう一度やってみます引っ張ってで緩めていく、OK、でダメな方1回だけやってみましょう引っ張っておいてストーン、はい、これがダメですよとで1、えーまあ、個もう1つある,と、えー、あるのは引っ張ってプリエっていう前にすでにちょっと引っ張ってるんですよね プレパレーションで何もないんじゃなくて、引っ張って、ちょっと引っ張っておいて、プレパレーションのときにもすでに腹筋を使っていて、さらに、さらに引っ張ってプリをしています、緩めるもなくて、もっと引っ張ってストレッチしていく、1回最後、緩めていいですというふうに常に引っ張ってる、常に腹筋を使ってるってなります、常に引き上げてる、お休みがないですね。 ということで、もう一度やってみましょう、えー。プレパレーションの時点で軽く引っ張ってて、でもっと引っ張りながらプリエをしてそうで、さらに引っ張ってストレッチ、アテールしたら、もっと引っ張ってルルベアップして、でさらにもっと引っ張ってアテールして、音楽が終わるか袖に履けたら初めて抜くみたいになります。でこれはすごくわかりやすい。 のでぜひ皆さんやってほしいんですけど、えー、いつも引っ張ってるよ、まあ、お腹体幹を使ってるよっていうのを覚えておいてくださいどうでしたで全部はい特に緩んでる人はい <laughs> あの落ちやすい人落ちてる人あとは体が柔らかい人は、えー、とこれで一度この テンンショでですす。ね、体のの強さといいいうのを覚えるといいですただし結構ざっくりしたやり方なので、えー、最初感覚を覚えるには OK で分かったら、えー、もう少し細かく腹筋の使い方を、えー、勉強していくといいいです。はい、でいつも縦に引っ張っていくまたは時間が過ぎれば過ぎるほど時間が、えー、立てば立つほどもっと引っ張って細くしていくよっていうのを覚えておいてください。